戦国時代の高浜と辺見正恒と題した講演会がこのほど開かれ、町内外の歴史愛好家など25人が参加しました。辺見正恒は若狭守護武田氏の重臣として高浜の佐伯山城を拠点に活動した武将です。講師を務めた高浜町郷土資料館の学芸員倉田直明さんは、辺見氏が武田氏に反旗を翻すきっかけとなった武田信豊の跡継ぎをめぐる問題や、京都での政権争いが若狭まで波及したことなどを話しました。また永禄4年に朝倉軍と武田軍によって佐伯山城を攻め落とされ、高浜の町全体が焼き払われたことや、その後辺見氏が新たな拠点として築いた高浜城は全国的にも珍しい城であったことを紹介しました。新たな拠点として高浜城を築城しまして、海に面したですね、立地はですね、辺見氏は当時ですね、水軍を活用していたというような資料がございまして、で、全国的なところで見ますと、海に、城を作って海を意識した、お城というのはとてもこの時期ですね貴重でして、今後ですね研究が進んでもですね、もしかしたらその高浜城ですね、この地域独特の何かこう価値っていうものがですね見つかるかもしれません。この講演会は佐伯山城跡保存会と高浜公民館が開いたものです。昔の高浜のことですから、当然みんな知りたいであろうし、知ってほしいというのは原点ですけれども、辺見さんの時代に、高浜の町の骨格ができたということも思っておりますので、そういったことを少しずつ理解していただければと思います。歴史の深掘りもできますし、資料の裏付けがあったりすることについては学園の方から話を聞いていただくというのがよろしいかなというふうにも思っております。はい。